こんにちは。村田選手の新着情報ですが、2020年1月28日付ウェブニュースからの情報では、今年最高の注目度となるカネロとのビッグネームマッチが本当に実現するかもしれません。一昨日1月27日になりますが、村田選手所属の帝拳ジム本田明彦会長とトップランク者のボブ・アラム氏が本格交渉に入ったとの情報です。ゴールデンボーイプロモーションズのデラホーヤ氏とも最終交渉が行われるはずで、この3人の取引上の関係性も過去から問題ないので、実現すれば東京ドームで5月開催ですよ。カネロ陣営のレイノソトレーナーが今年に入り、次はスーパーミドル級に U ターンと発言しましたよね。対戦候補としてサンダースが最有力でしたが、どうやら実現はしないようで、代わりに村田の名前が急浮上してきている現状ですね。今回の記事で個人的に特に気になったのは、海外のボクシング評論家や記者のコメントが辛辣な内容で、ミドル級のトップクラスのチャンピオンではない、最弱チャンピオンとか、カネロとは格が違いすぎてもっと強いふさわしい選手がいるではないかなど言いたい放題。まあその原因はエンダム、ブラント、バトラーと撃破しても無敗ではなく、負け試合からのリベンジ勝利パターンが多く、そういう実績が評価を低くしている原因かもしれませんね。しかし私的には、村田はブラントとのリベンジマッチで、まあファイティングスタイルを変えてから一段と良くなりましたよ。カネロの強さは本物ですが、村田を過小評価してくれば展開は面白くなりますよ。村田のスキルがトップクラスなのか、その破壊力は試合を変えられるのか、ブロッキング防御はカネロの一流パンチを防げるのかなど、この試合での見どころはすごく多いですね。楽しみですね。何としてでも対戦が実現することを望みますね。万が一村田が勝利するようなことになれば、手のつけられない選手に変身してしまうかもしれませんね。スーパーミドル級での戦いになるとの情報ですが、2人ともそのウェイト調整は問題なさそうで、特に村田にそうですね、恩恵があると思います。今のミドル級ではまだ体の線が細い印象ですかね。さて、動画配信サービスダゾーンはカネロと5年間で、まあこれは11試合最低でも410億円契約を交わしていますね。毎試合平均37億円ですよ。ボクシングビジネスを考えれば特に無理をする必要もなく、対戦相手に村田選手を選ぶでしょうね。カネロから見て海外の評論家同様に村田選手がイージーに見えていると思います。あくまでも次のビッグネームマッチのための消化試合扱いだと思います。そこが村田選手がつけいる最大のチャンスですね。パンチが当たれば打たれ強いカネロでもどうなるか分かりませんよ。ダゾーンも日本一番の重要性を認識しているので、会員数拡大のためにもぜひとも実現させたい試合かもしれませんね。まあ今の私の思いですが、村田選手を一流と認めない世界の評論家、記者たちが驚く圧巻のファイトを見せてほしいですね。いやー、楽しみですね。それではまた。